はい、慶応2023年の問題を説明します。 D の窒素を全てアンモニアに変えたところで 0.420g の D から 2.544×10⁻³⁴ のアンモニアが生成した窒素含有率を求めなさい。これはアミノ酸というのが分かっているんですね。で窒素 L は、重量ですね。これアミノ酸やから、N は1個、いや2個含んでる場合はあるけど1個やとしたら 14×2.545444 か 44×10⁻³。 これが N のグラムな。 N のグラムで 0.42g で ×100。 そして、窒素の含有率が分かりますよね。これが何パーセントかというと8.48% に、あるということですね。次2番、0.1g の D を完全に燃焼し生じた窒素酸化物を還元すると得られる窒素 N2 やな。これは何ミリというか、これは PV=NRT と考えてるな。これ、何ミリというか、これモル P がこれが 1.013×10⁵ やな。これは 8300 で、温度はこれ300かな、300。モル数がね、これ今 V、これを求めるな。V を求めるけど、これリットルで出てくるけど、それを1000倍せるね、1000倍。で、このモルがね、これが、窒素やから N2 やから28でやってるな。0.08048 かな。これ N の、N の、グラムで、28で割ると窒素 N2 のモルが出てくるな。で、これで V を超えますよね。V が 7.45×10⁻³ に出てくるので、7.45mL か。D の分子量を求めなさい。D の分子量を求めなさいやけどね、これは、L としたら 0.42 が 2.1 個やとしたら、これね、10⁻³ やな。で、N 計算すると165になります。ね、こうやります。次、D として、可能な165な、可能なって言ったら、これはアミノ酸って分かってるんで、CH、COOH で、ここは H2 な、これをまず引いた点な、これは45と1と16やな、これが12やな、でこれは、9の4かな、リーチ上がって、7から74を引くと、165から74引いたら、何倍や、26やから91か、91と。で、これはベンゼン環が入ってそうやな、ベンゼン環。あとちょっとわからないんだけど、ベンゼン環、これ、ベンゼン環を考えたら、ベンゼン環を考えたら、これが C6H5 やから、74か、14やから、こんなやつやな、15やからな、これをオルト、メタ、パラかな、オルト、メタ、パラ。あともう一個、ここの繋がりやつもな、CH の COH の NH2 で CH2 のこんなやつもな、だから4種類ですね。これ4種類あるということになります。はい、終わります。